一年の内閣総理大臣杯日本、プロスポーツ大賞受賞式典受賞者、安倍晋三と受賞者、大谷翔平日本プロスポーツ大賞は、公益財団法人日本プロスポーツ協会が制定する賞。日本のプロスポーツ表彰では、スポーツ報知主催、法治プロスポーツ大賞と並ぶ最も権威の高い賞である。大賞、主君賞、特別賞、最高新人賞、 厚労省などが決定し、対象には内閣総理大臣杯が送られる。マスコミ各社の運動部長、もしくはそれに準ずる役職の人間が、選考委員となり、総数54の1回投票で選定する。選考委員が属するマスコミとは、三大神をはじめとする一般紙、スポーツ紙、有敢紙、地方紙、通信社、英字新聞、在京テレビ局、地方局、 UHF 局、衛星放送、AMFM 全局と一部の地方局が連なる。この記者投票制で選考するようになったのは、7年目の1974年からで、ある。第6回目までは対象候補として、数名の選手を事前にエントリーし、組織の理事による内々の投票で決めていた。候補者の属する競技の代表者が、全体会議の場で、 オス候補者をアピールする演説をした後に投票が行われていた。後年、同協会の副会長となる山口博則によると、当時の同賞は参加団体の親睦会程度のもので、読売新聞社への配慮もあり、各年で読売がオス候補者が選ばれてきた。第6回の1973年は、三冠大獲得、野村克也の通算本塁打記録を抜き、 読売ジャイアンツ VQ に貢献したプロ野球の大貞治が本命だった。しかし受賞したのはキックボクシングの沢村忠で彼が受賞できるよう格闘技プロモーターの野口治が暗躍していた。これが原因で翌年から公平に選定しようと記者投票制になりこの結果に起こった読売は新たに放置プロスポーツ大賞を設けている。 日本プロスポーツ協会の組織運営に問題があることを理由に2019年度以降の表彰が事実上中止となり2018年を最後に受賞されていない。ありがとうございます。